気象庁1ヶ月予報についてお伝えします。昨日11月30日気象庁は12月2日から1月1日までの1ヶ月予報を発表しました。12月に入ると寒気が南下しにくくなり、気温は全国的に平年よりも高い予想です。冬型の気圧配置が続かず、太平洋側では雨の降る日が多くなります。まずはこの先1ヶ月の気温です。北極からの寒気が南下しやすい状況は12月に入ると解消し、寒気の蓄積期に入る見通しです。日本列島の上空への寒気の流れ込みは弱まり、全国的に暖かな空気に覆われます。1ヶ月の平均気温は北海道から沖縄まで全国的に平年よりも高い予想です。特に北日本の12月6日水曜日頃からの平均気温が平年よりもかなり高くなる可能性が高いとして、北海道と東北を対象に高温に関する早期天候情報が発表されました。今年の高温傾向を継承するかのような12月になるとみられます。続いて降水量です。寒気の南下が弱いため、日本付近は冬型の気圧配置になりにくい予想です。西日本、東日本の太平洋側では、低気圧や前線の影響を受けて雨の日が多く、九州から関東の各地で降水量は平年よりも多い予想となっています。秋以降の降水量が少ない西日本の渇水傾向は解消が期待されています。北陸と北日本の日本海側では平年並みの降水量となりますが、気温が高いため雪になりにくく、降雪量としては平年よりも少なくなる見通しです。年末年始にかけてのスキー場のオープンなどに影響が出るかもしれません。以上、気象庁1ヶ月予報をお伝えしました。最新の気象情報や長期予報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。Thank you.